メッセージボトルは流れてきていないのかしら。何も流れついてる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことってあれかな、そろそろローンは払い終わらないのかしら。あ、ちょっと待って、とりあえず化石を掘り起こして、で、かぶりを売ってっていう風にしよう。ん？なにこれ、落とし物？あつ森にも落とし物があるんやね。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。ふんふんふん。なるほど。あつ森になっても落とし物は健在と。じゃあちょっとみんなに話も聞いていってみよう。さっきこの辺にルーシー歩き寄ったはず。今日はよく会いますね、よ。これ拾ったんだけど。あら、なんでしょう、よ。これこれ。どう？違う？あ、これは私の大事なものが入ったポーチ。おー、一人目で。よかった、よかった。ありがとうございます。諦めなくてよかった。ぜひお礼させてくださいね。何？嬉しい。扇風機です。扇風機か。感謝の気持ちを形にしました。遠慮しないでくださいね、よ。季節外れだな。あ、しずえさん寝よりやん。お疲れなんやね、きっと。一日一回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。やったね。ってことで、ちょっと ATM を。預金残高が3万2000ベル。あーってことは、やっぱり足りんのか。足りてない。ん？足りてないよね。え？足りてる？ちょ、待って待って。ローンの返済に、両方からいけるんやね。ここでちょっと、6万9000入れるとして、あと2万9000いける！預金から。2万9000。はい。ふぅ、やったね。イェーイ！やったー！お家のローン全部払い終わった！さあ、ってことでローン完済したよ。よ。どうもどうも、アイナさん。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました、タナモン。もう把握している。アイナさんならちゃんと払ってくれると思ったのだもん。ところで、今のお家って広さ的には満足してるだなもん。いや、全然。もし手詰まり感じたことがあったなら、ここらでもう少し広いお家に増築することをご提案するだなもん。その方が家具もたくさん飾れるし、収納スペースだって広がるから、暮らしにゆとりが出るんだもん。あ、家の大きさに比例するわけなんよね、収納。とにかく、興味があったら気軽に相談してね、ドラモン。じゃあ、早速相談します。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？マイホームの相談。マイホームの相談だろもね。あ、そうそう。相談の前に一つお知らせからだろも。区画整理の相談を始めたのに合わせて、マイホームの移設の相談を受け付けることにしただろも。あ、家の場所を変えれる？マイホームの移設なら、ローンが残っている間でも受け付けるし、興味があったら相談しちょうだいね。それじゃあお待たせしたなも。今日はどういったご相談だなも？増築。そうね。今のアイナさんのお家なら、お部屋を広くするのをお勧めするだなも。19万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだも？なんか今回さ、しょっぱなからめちゃくちゃ高くない？だって一番最初の9万8000やったけんね。最終どこまで行くねんって感じやけど。マイダーリ、じゃあ工事の手配を進めるからね。あ、そうだ。いいタイミングだし、屋根の色も変えてみる？また走ってくる中から選んでもらえるだもん。選んでもらえるだなもん。この中から好きな色を選んでもらえるだもん。いや、ピンクにします、やっぱり。オッケー、屋根の色、ピンクね。明日にはお家の工事が完了してると思うから、お楽しみに。外壁とかは変えれんのかな、今回のやつ。あと、ポストの形とか。さあ、ってことって、まあ、多少お金があるけん、何かしら。とりあえずこれが欲しいかなと思った。そちらの商品はファッションケースでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ、ですよ。お値段は3100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？ああ、一気に、買います。毎度ありがとうございます。3100ベル、間違いなく頂戴しました。ありがとう。
それじゃ、本当は壁紙と床も見たかったけれど。いや、まさかの一所長がさ、思ったよりもめちゃくちゃ安かったけんさ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お、来た。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年3月31日火曜日の午後6時17分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。あ、ちゃんとお知らせしてくれるんや。なるほど。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。そして、本日、アイナトーンに仕立て屋さんのエイブルシスターズがオープンしました。おー、やった。仕立て屋さんではファッションアイテムの購入はもちろん、マイデザインの展示も行っているそうです。皆さんもこれを機に、おしゃれを楽しんで、アイナ島から世界へとトレンドを発信してくださいね。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は、案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。おー、かわいい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。んで、お手紙が早速。おー、レックスからの、あ、そっかそっか、標本？虫好きなアイナ様。そんなことないけどね。モンキチョウをモデルに制作した作品が完成しましたのでお送りします。虫に対する興味をありがとう。君と虫の心の距離がより一層近づきますように。虫のアーティスト、レックス。なんか、このレックスに虫を売るときは、普通に、たぬき商店とかで売るときよりも、高値で買い取ってくれるらしいけん。今度売ってみよう。で、アイナ様、いつもタヌキマイレージプログラム、並びにタヌポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けします。あ、そっかそっか。あれや、ラグや、ラグ。そして、ハッピーホームアカデミー。この度はマイホームの増築おめでとうございます。ささやかながらお祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に電化製品を役立ってくださいね。ハッピーホームアカデミー。電化製品やって、やった、なになに、洗濯機とか冷蔵庫とかそういう感じ。じゃあまずこれかな、レックスからの。モンキチョウの模型。そして、タヌキ開発のラグ。そして、電化製品、アイロン。アイロンかーい、いらねえ。あ、広くなっとる。広くなっとる。なんかめっちゃ、ちょっと待って。とりあえず、え、今しまったやつどこ行った？あ、あれか。中に入ってったのかな。オッケー。どうもどうも、アイナさん。お家広くなったでしょ。ちょっとでもお部屋が広がってよかったんだもん。ということで、今回の増築の代金として19万8000ビルのローンを組ませていただきます。あ、お支払いは今回もタヌポートの ATM からお願いするだろも。それじゃ、よろしくお願いします、だろも。了解です。さ、セレモニーをお願いします。こちらは建築相談カウンターだもん。夕方になったら静江さんも手前に出てくるってことなんかな。どういったご用件だろも？セレモニーに参加したい。お、アイナさん。セレモニーへの参加をご希望なんだも？今なら仕立て屋さんの開店をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも？参加してくれるかな？もちろん参加します。はいはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。お、あれ？ケイトさんがおらん。それでは、ただいまより、仕立て屋の完成セレモニーを取り行います。あれ、ケイトさんおらん感じなんすか？そういう感じ？ありがとうだなも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだなも。今回はこれから、この仕立て屋を経営してくれるキネオさんとアサミさんに挨拶してもらうだなも。では、キネオさん、アサミさん、一言ずつお願いするだなも。皆さんのおかげで、こんなに素敵なお店が開きました。姉のアサミと協力して、良いお店にしていきますので、どうぞごひいきに。どうぞごひいきに。控えめだね、かわいい。キネオさん、アサミさん、どうもありがとうだなも。次に、仕立て屋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだなも。それではアイナさん、一言お願いするだなも。めでたいね。イエーイ。本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのをお忘れなく。
立て屋完成のお祝いと、僕らの綾野島のますますの発展を願いまして、よー、パン。いいね。いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。おー、飛び盛りの時よりもなんか広い。てか、あのなんかタッチパネルみたいなのあるよ。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あ、アイナさん、仕立て屋の場所決めてくれて大きに。おかげで立派なお店ができました。なんか、ケイトさんの方で売り寄ったような、ね、帽子とか、なんか装飾品みたいなのもこっちに来とるね。これからはじっくりとアイナ島に腰を据えて、服やアクセサリーを販売させてもらいます。試着室みたいなのもある。軽く店内の説明をさせてもらうと、店内入ってすぐ目の前が日替わりの今日のおすすめ商品のスペースです。それから店内に向かって左のエリアのマネキンには、今の季節のおすすめコーデを飾らせてもらってるんよ。こちらも日替わりほどではないけれど、定期的に入れ替えてるので、コーディネートの参考にしてくださいね。もちろんマネキンに飾ってある商品もお買い求めいただきますよ。次に店内奥の壁なんやけど、ここはお客さんが持ち込んでくれたマイデザインを飾るためのスペースなんよ。店長はもちろん大歓迎ですし、飾ってあるマイデザインは無料で持ち帰っていただけるのでご利用くださいね。隣の端末、マイデザインショーケースを使えば、世界中の人が作ったマイデザインをダウンロードすることもできるんよ。え、すごい。まあ、要は、あの前の、でっかいミシンみたいな感じのってことよね。それがタッチパネルになったと。おー、近代的になった。それから最後にご紹介したいのが、店内に向かって右奥の試着室。試着室では今日の販売商品の色違いも含めて、自由に試着して購入してもらいますからね。色違いとかもできるん。へえ、すごい。スペースの都合で並べられてない商品も試着室でお見せできますから、実際にコーディネートしてみながら、ゆっくりお買い物を楽しまれたいときは、ぜひ試着室をご利用くださいね。毎日朝9時から夜9時まで張り切って営業しますので、どうぞごひいきに。なるほど。あ、これが今日のコーディネート?ま、日替わりほどではないって言ったか。で、ここがマイデザのスペースと。相変わらず、ちゃんと後ろには、三姉妹の、写真が飾られてあるのね。なんかいろいろ材料が置かれとる。今ちょっと立て込んでますし、ごめんね。やっぱり最初はそういう感じなのか。ちょ、試着室。そこは試着室やよ。中では自由に商品を試着できて、気に入ったものがあればそのまま買えるんよ。実際に着てみたらどんな感じかわかりますし、まとめて商品を買えるので便利ですよ。さあさあ、入ってみてちょうだい。あ、全身コーディネートしてそのまま買っていけるって感じ。あ、すごい、こういう感じだ。見やすいね。良きかな、良きかな。色違いも含め、確かに表にあるのとは、全然量が違うね。表にこれあった。チェックのジャンパースカート。かわいい。めっちゃかわいい。ちょっと待って、春っぽい感じにしよう。あ、でもこれも春っぽい感じっちゃ春っぽい感じか。こういう感じかな、とりあえず。じゃあこれ購入します。買っちゃう。ここのも日替わりで変わるってことやろ?すごいね。イエーイ、おしゃれー。とってもお似合いやわ、おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。おお、ありがたい。でもその場で売り払いたい時とかもあるけん、それはちょっとな。おおきに、またどうぞ。ねえ、かわいい格好になった。めっちゃ満足なんやけど。良きかな、良きかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、キャンプサイトの方に、人がやってきているということなので、まあ人っていうか動物がやってきているということなので、キャンプサイト見に行ってみようか。違うな。違うな。いや、僕はライオネル。このキャンプサイト初のキャンパーさ。初とか自分で言っちゃう。君は、この島に住んでる人かい?しばらくの間お邪魔させてもらうね。なんかテントの中入ったら勝手に喋り出した。君だけに打ち明けるよ。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな、まさしく。そんなことはないと思う。移住の選択肢しかなくね?移住の選択肢しかなくね?よくないよ。え、いいのかい?でも勝手にこういうこと決めちゃっていいのかな、まさしく。
そうだ。君は心の住民だし、島の管理人さんとも知り合いだよね。僕がこの島に移住できるよう、管理人さんと相談してもらえないかな。これさ、肯定的な選択肢しかなくない？怖いんやけど。なんか、何が何でもこの島に住もうとしよる。いらないよ、ライオネルとか。どういうこと？ありがとう。僕の運命は、君に託した、まさしく。超強引に住んできた。何？初のキャンパーは必ずってこと？来ないで来ないで。帰って。帰って、誰なの？君が話をつけるまではここで待たせてもらうからね、まさしく。話をつけない限り他のキャンパーは来ないぞということか。来なくていいよ、お前。あ、しずえさん掃除しうる、かわいい。めっちゃかわいい。たぬきちは窓から何を見てるの？やっほー。アイナさん、どうもどうも。しずえさんに放送でもお知らせしてもらったけど、今日はキャンプサイトにお客さんが泊まりに来てるんだなもん。アイナさんも時間があれば。いや、時間がなくても作って様子を見てきてほしいだなもん。ついでに脈がありそうだったら、ぜひともアイナとへの移住の勧誘もしてきてちょうだい。誰でもいいわけじゃないんだよ、私は。移住してくれるって。え？本当に？さすがはアイナさん、仕事が早いだもん。となるとのんびりしていられないだもんね。次にやるべきことは？新しいお家を建てなくっちゃ。アイナさん。アイナさんが勧誘してくれたお客さんのお家の場所、決めてもらえると嬉しいんだけど。まあいいけども。もう来るんでしょ？決定なんでしょ？さすがアイナさん、ありがったらも。そしたら土地を確保するためのハウジングキットを渡しておくだらも。アイナさんの荷物に入れておいたから、いい場所が見つかったら、お家の場所を決めてきてちょうだいね。それじゃあよろしく。さあ、ということで、どこにしようかな。これぐらいかな。これでちょっと、想像してみる。まあ、こんな感じ。じゃあ、ここで、オッケー。イェーイ。お家の立つ場所を決めた。この場所気に入ってもらえますように。この辺ちょっと住宅地的な感じ。もうちょっとスペース空いた方が良かったんかな。まあ、いっか。こっち側だけに家具を置くって思えばいいか。じゃあこれで、ここにライオネルが、入ってくるのか。あれで良かったのかい？アイナさん、どうもどうも。どうだなも？新しいお家を建てる場所は無事に見つかったかな？バッチリ決めてきたよ。おお、それは良かっただなも。住む人は決まってるわけだし、一日でも早く引っ越してもらえるように、お家の工事も超特急で進めるだなも。それにしても、移住希望者はいつ現れるかわからないのに、そのために慌てて土地を探すっていうのもあまりにも行き当たりばったりだもね。そうだ、こうするだなも。今後はインフラ整備の一環として、あらかじめお家用の土地を確保して、売り出すことができるようにするだなも。手数料はいただくけど、その代わり無事に入居者が現れた時点で、成功報酬としてマイルを差し上げるんだも。お金で返して。アイナさんもまたぜひご協力お願いします、だなも。了解です。なるほどね。じゃ、とりあえずライオネルにも報告いるかな。さあ、報告しに行くか。やっぱ王様みたいな格好しとるけん、ちょっと自分勝手なんやね。待っていたよ。それで、どうだったかな？なんだって？管理人さんと話をつけるだけでなく、住む場所まで見つけてくれたのかい？マーベラス。何から何までありがとう。これで僕たちは同じ島で暮らす仲間になるんだね。それじゃあ僕は一度ホームに帰って、引っ越しの準備を始めるよ、まさしく。私やったら絶対さ、勝手に場所を決めないでほしいって思うけどね。家まで勝手に決められて。アイナでは新しいライオネルを発見できそうな予感がするよ、まさしく。そうですか。私は気が進まないよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月1日水曜日の午後4時34分です。4月や4月今日から。そういえば、そろそろイースターですよ。最近過ごしやすい気温になったのを感じていたんですが、もうそんな時期だったんですね。では本日のお知らせです。今日、アイナ島に、ライオネルさんという方が新しく引っ越してこられました。あ、ちょっと忘れとった。そっか、いたね。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。では、
本日も楽しい一日になりますように。あれ、イースターはあれやけどさ、エイプリルフールは何もないの？なんか卵できとる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、なんかねえ、なんか木に卵が、てか桜咲いとる、めっちゃ可愛い。いや、それはいいんだけども、じゃあの卵なんか知らんけど、きっとまあ、イースターに絶対関係あると思うけん取っとくわ。え、めっちゃ綺麗じゃない？いいね。なんか飛び森ん時よりもだいぶ桜の綺麗さが増したような気がする。あれ、あの一箇所にしか卵なってないんかな、もしかして。パンナちゃん入り口の真ん前で、お飛び跳ねてる、ピョン太郎が。アイナじゃないか、姿は見かけたけど面と向かって喋るのは久しぶりな気がするよ。そう、ハンナちゃんずっとおらんかった気がする。まさかあんた、うちに声かけるの遠慮してたんじゃないだろうね。このうちごしゃべり嫌いに見えるかい？見えないだろ、だってね。知らない、私はハンナちゃんを見かけていなかった。あ、待って、トンボが飛んでる。ピョン太郎を無視して全然違う方に行く私。え、どこ行った？え、トンボおらんくなったんやけど。あ、おるおる。は、結構でかくない？ん、これは、銀ヤンマを捕まえた。銀色じゃないけどね。よーし、ってことでちょっとやっと、え、どこ行った？移動するの、君。ちょっとびっくりしたんやけど。てか、これも、とりあえず取っとこう。もしかして卵全部同じ柄？さあ、ちょっとそれじゃあ、今、切り抜いとったね。ね、見て見て見て。私が離れるや。ほら、はぁ、ため息ついたよ、ため息。ふえい。気配を察したね、今。めっちゃ動いてるわ。こいつ背後を取らせない気だな。くそ。見つかっちゃったみたいだね。それじゃあ、まずはご挨拶。やあ、こんにちは。新しい基礎を知らせに来ました。ラッキーバリーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。ちなみに着ぐるみじゃないからね。ねえねえ、そんなことより、もうすぐイースターだね。そう思うとなんだかウキウキしてこない？こんな時は楽しむのが一番。これからイースターの日まで僕と一緒に遊んじゃおう。エイプリルフールはないの？今日はこっそり準備しようと思ってきただけなんだけど。ま、それはさておき。ラッキーバニーを見つけちゃったラッキーな君には、一足お先に秘密を教えてあげるね。いいかい？それじゃあ行くよ。卵を探そう、卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある？どこにある？いろんな場所を探してみよう。え、やっぱりこれは、あれなんかな。釣りだとか、穴掘ったりとかでも出てくるんかな。わかったかな？島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてね。建物の中とかには隠してないから、すぐ先探せば大丈夫。木とか岩とか水の中、地面も空も見逃さないようにね。それから、はい、これ。何あれ？プレゼントじゃない？ちょちょちょ。あ、なんか DIY のレシピ。それはイースターのベッドのレシピだよ。集めた卵で作ってね。そしてそして、重大発表。ヒューヒュー、何かな？なんと、この島にはイースターのちらんだ DIY レシピも隠されてるんだ。え、マジで？隠されたレシピはイースターの日まで毎日増えていくよ。おー。もしも僕が隠したレシピを見つけて、全種類 DIY してくれたら、スペシャルなご褒美をプレゼント。というわけで、一緒にイースターを楽しもうね。あ、これか。DIY レシピ。あの、イースターの、いいね、わかりやすい。卵のメッセージボトル。これを見つけたラッキーな君へ、卵のレシピをプレゼントするよ。どんなレシピ？何のレシピ？ワクワクするよね。卵を集めて作ってね。ラッキーバニーより。イースターのドレッサー。こうどんどん増えていくって言うけど、1日につき1個かな？その辺がよくわからないんだけど。さすがに、釣りはね、パッと見では、わからんよね。わかったらいいんやけど。はい。おっしゃこーい。お？来た！どうや？あ、やった、卵。やっぱりわからんねやね。卵を釣り上げた。何に使おうかな。まあ、何に使うと言いますか。これで何種類やっけ？ 1、2、3、4。あと2種類。え？あとどこやった？ダイビング？マリンスーツないやん。海に潜ってとかやったら絶対集まらんやん。え、つらー。よいしょ。イェーイ、卵。地面の卵を掘り出した。
よし。そっか、これで、DIY でレシピを作る分と、プラス、ぴょん太郎に渡すものがいるってこと？あ、そういうわけじゃなくて？え、卵は渡さんでいいんかな、ぴょん太郎に。もしかして。レシピを作って、で、グッズを作っていけばいいだけってこと？いまいち把握できていない。あ、化石やった。まあ、化石は化石であるもんね。さあ、イースターグッズ作っていこう。DIY で何か作ろうかな。何か作る。葉っぱの卵は速攻で手に入りそうな感じよね。これ多分、木から揺すって落ちてきたやつやろ？多分。イースターのドレッサーができた。イェーイ、やったね。ほい、ということで、まあ、だって家から出てきて速攻であったもんね。何があるんかと思ったよ、一瞬。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、めっちゃなんか鼻の匂い嗅ぎながらドーナツ食べようやけど。え、かわいい。かわいい。あ、めっちゃ食べよる。いいね、いいね。そういうのもあるんや。ぴょん太郎や。あ、おったおった。このぴょん太郎がさ、こう、こっちの方に来てくれないかしら。こっちの方に来てくれないかしら、ぴょん太郎。遠くから眺めおったらそのうち移動する。お、移動しよる、移動しよる。近くにおったら多分ずっと同じ場所におるんよね。で、ほら、ぴょん太郎ね、こう、後ろを回らせんような感じになっとるんやけど、このあつ森で。実はなんか、ちげえ。あ、違う。ちょ、待って。誰だった？これか。この、モーションを目の前ですることによって、ぴょん太郎が一瞬止まるらしいんよね。で、その、止まってる間に、あ、ちょっと待って。私が呪い。私がめちゃくちゃ呪い。クシュン。ほら、これで後ろから話しかけれるっていう。悪いんだけど後ろジュルジュル見ないでくれる？なんもついてないって。そこに思いっきりチャックがついてますけどね。どこまであるんやろ、これ。へい。永遠と。もう見ないでってば、勘弁してよ。中に入ってるのはおじさんですか？さあ、向こう側とかには、メッセージボトルは流れてきていないのかしら。何も流れついてる。え、なんか違うものが流れついてるんですけど。むにゃむにゃ。起きて、ジョニー。おうの、そちらは取り勝ちです。おむかじは右。多分、お箸を持つ方。まあ、聞き手にもよるとは思うけど。スースー、ふが、スースー。起きて。う、口の中がしょっぱい。起きろよ、おい。お、起きた。グッドモーニング。ご機嫌いかがですか？って、アイナさんじゃないですか。どうもご無沙汰してます。あ、もう2回目からちゃんと覚えてくれとんやね。私、乗っていた船から海に投げ出されて気づいたらこのビーチに。そうなんです。ジョニーは遭難したんです。はい、ここ、笑っていいところ。この後はもう笑うところ一つも残ってません。何の話でしたっけ？そうそう、遭難したんです。やれやれ、また助けを呼ばなくては。やれやれはこっちだよ。あ、今ここ吹いたね。気のせいか。いや、気のせいじゃない。気のせいやった。ヘイ、ジョニー。見つかりましたか？あったよ、あったよ。どうぞ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。これで大丈夫？ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。ん？どう？ジョニーより、これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとさんです。いえいえ。どういたしまして。まあ、これで無事ね。やっほー。アイナさん、どうもどうも。
アイナさんに手伝ってもらって作ったキャンプサイト。おかげさまで問い合わせが増加してるだもん。もうマジで可愛い子呼んでよ。やっぱりキャンプサイトを作って気軽にお客さんに来てもらうという僕のアイデアは完璧だったんだもん。とにかくこれで外からのお客さんと移住者を増やして評判を集める準備は整ったわけだし。あとは実際にアイナ島の評判を上げていくだけだもんね。まあそれが一番難しいことでもあるんだけど。大丈夫ですよ、タヌキッツさん。私たち住民全員で力を合わせれば、きっとトトキキライブの目標だって叶えられるはずです。アイナさんだってそう思いますよね。まあ大丈夫でしょう。シゼイさん、アイナさん、ありがとうなんだもん。よーし、頑張るだなもん。こっからもアイナさんの協力にかかってると思ってるから、引き続きよろしくだもん。次の計画について詳しく相談したいから、また時間のある時に何をすればいいって聞いてちょうだい。ほうほう、了解です。作れるイースター家具は増えたのか？何か作る。イースターのベッド。ウッディの卵。あ、じゃあ、木揺すった時の、見えとるやつは葉っぱの卵で、ウッディの卵っていうのは、斧で切ってやらんといかんやつってことかな。ちょっと待って、斧。よーし。出てくるかな。何にも出てこねえ。あ、出た。あれがウッディの卵や。なるほどね。じゃあこれで、できるわけですね。DIY で何か作ろっかな。作ります。これは無人島に出発したら、卵はこの島でしか取れんってことかな。イースターのベッドめっちゃ可愛いやん。ただの卵やん。ただの卵やん。でも海の中がないって分かったけんもう楽だね。オッケー。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。